ついにやったか。兄のごとくお慕い申し候様之助様、お願いのことこれあり一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候、夜な夜な怪しき者の毛が徘徊し候、女中近寿行き方知れずに愛なり候ごと相次ぎ、恐ろしきこと限りなし。噂にてはもののけは人を喰らい、地の底に引きずり込み候。兄義達に訴え候らえども、尾張との戦、迫り候にて、それどころではなき有様にて候。先の父道三殿と兄義達殿との戦にては、様之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候。数年の月日が経ち候らえども、雪が御頼りに下押し上げ候は、幼馴染にて、いとこの様之助様、お一人のみにて候。この文がお手元に届き候らえば、ぜひに雪を助けに参らせ候。雪は一日先週の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年8月20日、雪、様之助様、参る。こちらです、様之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は二つしか考えられません。今は使われていない客曲がり道、もしくは北側の大手道です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。わかったわ。
受け決め。雪姫、サマノスケ、よかった、やっぱり来てくれたのですね。サマノスケがこの城を去ってから心細くて、私サマノスケ。今の汝では幻魔を制すことかなわぬ。汝のために我らの力を授けよう。我らは幻魔に滅ぼされし鬼の一族。サマノスケ、幻魔を倒し魂をその小手に封じよ。これは。サマノスケ、幻魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。この小手で腕が引きちぎれるまで戦いって。
化け物。早く閉めろ。中に人が。諦めろ。おい、ここ開けろ。化け物俺が倒した。どうするよ、倒したって。お前ら悪い、本当に申し訳ない。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われてるかもしれません。本丸はこの先か。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。分かった。